ジェン君おはよう。台風が過ぎ去ったようだですね。まだ雲はちょっとありますけれども晴れです。はい、ジェン君、ポンちゃん、またテーブルの上に集まっていただきありがとうございます。今日は日が差すようになったのでね、午前中はここに集まります。お昼から向こうに行くんでしょ、二人でね。はい、まだ台風で、風が強いですね。今窓を少し開けたら結構風が怖い感じかな。ギターが揺れています。はい、ここが白い壁になっておりますが、このような感じですね。ここに今日はこういうことをしてみようという案でございます。わかる？これ。はい、森っていうか木木と葉っぱ、ここにも木、これ貼ります。こんな感じ。全然こんな感じがわからないけど、こういうことになります。はい、さあ大変だ、行くぞ。はい、はい、ま、頑張ってやっております。助けてます。このシールはですね、引っ越し前に、東京の家にいた頃あったものです。そうです、東京でもあろうと思っていました。でしたでした。そしてここ、あ、ちょっと右下がったかな。下がった、あ、こういうもんかな。あ、いや、ここは切れてないのね。こういうもんなんだ。ちょっと、遠くから見てみたら、一回ね、どうですか。あ、いや、大丈夫かも。大丈夫？まあまあ、いけてる。うんうん。ただ、中央から布で、ビュッビュッってやりながら、よいしょ、布がないので、あ、さっきの雑巾でいいと思うよ。濡れてていいのかな。うん、いいんじゃない。反対に綺麗に巻きいいかも。少しうっすら汚れてるかもしれないから、古くて。真ん中からやってくださいって書いてありました。少ししまいったか。一回剥がせるよ。うん、おい、森だ。東京に行った時に貼っちゃわなくてよかったね。そうだね。はい、ちょっと低い位置になっているのはご勘弁ということで、はい、これは触れないのか。、うん、はい。そしてこっちが問題なんだね。これはこの裏側に入ります。難しい。なので、あー、ずらせないのか。ずらせないのね。難しいね。うん、いい感じになってきました。ここはご飯の向こうは切り株です。あ、ちょっとここ入らなかった。ちょっとあれかな、もうちょっと下の方が良かったかな。 いいんじゃないかな。今大物を2つ貼ったところですけれども、この辺のね、こうスパッと切れてる感じを、ここのこういうパーツが他にあってですね、これで埋めていきます。よくできてるね。うん、パーツをですね、ここに貼っていきます。はい。
上になるとこの白い縁はもうしょうがないね、うん、このあるものとしてギリギリとかでもいいのかな。こっちより真ん中の方かな、うん、とりあえずここに貼ってみよう、うん、まあいいか。ちょっと葉っぱの雰囲気としては、うん、上の方がもうちょっとちっちゃい方がいいかなと思うんだけど、これもしょうがないね。右のさ、ここのこの辺とかにこういうところに来るとかは、うん、そう、まあとりあえずあるものを貼ってみます、うん、はい。あと2つはい、一応これで完成っていう感じです。結構でかいやつを持っていると思っていたんですが、このスペースからするとちょびっとでしたね。とはいえ、この一角がちょっと森っぽくなったので、あとは置くものでね、森を演出しましょう。あとはジャン君とポンちゃんがいれば OK。こっちはさ、うん、そういえばふきふきしなかったのと、ちょっとあれが壁紙の材質が違ったんだ。ちょっと気づくかしら。ジャン君が偵察に来たよ。本当？あ、ごめんね。似合うね、ジャン。あれどこ行くの？ご飯をね。あ、腹減ってんの？ごめんね、ご飯そこに置かなきゃね。あれどこだ？あれどこ行っちゃった？何？ご飯上だよ、ヤン君が取ろうとしてた。あ、そうかそうか、はい、失礼しました。どうもじゃん。いや、ごめんね、ジャン君。ジャン君には後ろに絵があろうがなんだろうが関係なさそうだけどね。そうね。でも色合いとしてはジャン君によく似合うようになってますんでね。似合いよ。はい置いたけど、うん、はい、なんか食べようかなと思ったけど、なでなでのが良かったか。ポンちゃん、切り株の前でご飯美味しいですか？美味しいよね。まあ、ポンちゃん乗っちゃうと後ろがよく見えないね。そうだね。やっぱこっちのこの辺にも少し欲しいか、やっぱりね。なんかね。どうしよう。まあ少しでいいんじゃない？彩り的にね。もうあんまりないんだよね。そう、うん、落ち葉のやつ、うん、落ち葉でいいんじゃないの？同じやつの落ち葉のやつと、でもあそこ緑が生えてるよ、あの切り株のところが。まあいいんじゃないの。あとね、キノコが、うん、あそこのキノコよりちょっと色の茶色いきなこさんとかが、うん、確かあったっけ。少しつけてみましょう。